放送席、そしてヤフードームのファンの皆様、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事に今シーズン3勝目を挙げました大隣投手です。実に7月16日以来およそ1ヶ月半ぶりの勝利になりました。今の気持ちからまず聞かせてください。まあそうですね、こういう、ね、大事な試合に、ね、先発させていただいて、まあ、こういう、まあ、これ後で、まあ、5回しか投げてないですけどね、先発として、まあ、最低限の結果を果たせたかなと思って今ホッとしてます。ただこの首位攻防の大事な試合という今話がありました。そしてこのところなかなか勝てなかった中で、今日はどんなことを考えてマウンドに上がったんですか？いやもう本当に何も考えずにね、あの無心で、もう相手に立ち向かうっていうことだけを考えて、今日はもうマウンドに上がりました、はい、その結果3勝目を挙げることになりました。あの4回の粘りのピッチングというのも今日ありましたね。まあ本当にあっこでね、いつも崩れて点取られたんでね、もう本当に今日は本当にもう最少失点でいくっていうね、あの心に決めて、あの回きっちり抑えられて、まあ本当にあとはね、リリーフ陣に助けてもらえたと思います、はい、さあこの大隣投手のピッチングでチームは三度単独首位に浮上しました。まあ本当にここからまたね、すごい大事な試合ばっかりなんで、また投げるときは勝てるように、しっかり調整して、まあ、優勝に貢献したいと思います。ありがとうございました。大隣投手でした。さあ続いてのヒーローです。今日も中継ぎとして素晴らしいピッチングを見せてくれました森福投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。おとといに続いてのお立ち台になりました。僕は喋るのが苦手なんで、あまりお立ち台に上がるっていうのは、好きじゃないんですけど、でも、僕のことを、覚えてもらったら、いいと思ってます。もう皆さんにもちろん覚えてもらってると思うんですが、今日のピッチング振り返ってください。あの6回ノーアウト1塁3塁になりました。キム・テギュン選手を打ち取りました。その後福浦選手そして今江選手粘られましたが、森福投手も素晴らしい粘りのピッチングでしたね。まあ、前回同様、この場面で投げさせてもらって、強い気持ちだけを持って、ファンの声援を、力にして、投げました。このところの森福投手の姿を見ていますと非常に自信に満ちて、そしてマウンドでも大きく見えます。そうですね、この体でも、ね、このプロのマウンドで投げれるっていうのを、小さい体の子供でも、プロの世界でもできるっていうのを、見てほしいです。今日は夏休み最後の日曜日ということになりました。少年ファンたちもたくさん詰めかけています。そんなファンの皆さんに、さあこれからの戦いに向けて抱負をお願いします。今日勝ってまた首位に立ちました。次は、日ハムとの戦いです。まだまだこれからも大事な試合になるんで、福岡から熱い声援の方をよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは大隣投手そして森福投手でした。ありがとうございました。